アイドルグループ、ストーンズのコーチユーゴ29とお笑いコンビ、ナインティナインの矢部博之51が30日、滋が琵琶湖で開催された日本テレビ系、岩谷スペシャル鳥人間コンテスト2023、8月30日午後7時放送予定の収録に参加した。同番組は1977年から放送され、20年はコロナ禍で中止となったが、 21年と22年は感染防止対策が取られて開催。今回は応援団の人数制限などもなくなり、賑やかに開催された。やべは、やっぱ、無制限なんで、鳥人間コンテスト自体のファンの方がいらっしゃるんですよね。それにびっくりしました。大きなイベントなんだな、お祭りなんだなと思いました、とにっこり。19年から同番組に出演しているが、 人力プロペラ機部門で信じられない記録が出ました。無理だと正直思ってました。しんどい顔してるんですもん。超人ですよ、と驚いた様子だ。機体が飛び立つプラットフォームから水面までは10メートルもあるという。そのためコーチは、プラットフォームに先ほど行かせてもらったんですが、余計飛びたくないと思いましたね、と自身が機体に乗るは難しそう。それでも、 本当に皆さんの熱い思いとか伝わってきたんで、めちゃめちゃ楽しい時間でした、と目を輝かせた。